はい、ということで始まりましたね。はい、あの楽天モバイルっていう携帯の会社があるんですけど、はい、なんか新しい、あれちょっと待って、楽天はあのショップオンラインでしょ、うん、そう、楽天はそうですよ。で今楽天モバイルっていうあの電話の会社があるんですよ。はい、あのね、え、将来もしかして将来アマゾンのモバイルあるか。アマゾンモバイル、ええ、だって楽天とアマゾンとかのあのネットで買い物できるでしょ。すごい、いきなり脱線し始めましたねだってこれ楽天って、ええ、いや、まああのほら日本は携帯の会社が、はい、ドコモ、はい、ソフトバンク、はい、au、はい、で3つだったんですよ、はい、3社、はい、ね、で他はあのいろんなね格約通シムって言われる、うん、まあ、あの携帯の会社で、楽天モバイルもその格安シムでやってたんですよ、うん、それがあのなんか正式に楽天モバイルっていうかね、その回線になって、はい、でなんかその記念で今あの楽天モバイルを新しく契約すると1年間無料なんですね、使えるのが。あ、そうですか。でだったら得じゃないですか。得でしょ。そうだから、いち早く私はこの楽天の SIM カード、はあ、これを、はい、まあ、注文して。いつから始まったんですか。4月から。始まったばかりじゃん。そうで、注文して届いてたのよ、はい、ただ何に使おうかなと思って、うん、だって現状今私たち使ってる会社っていうのはあの UQ モバイル、ああ UQ モバイルね、で UQ モバイル使っていて、で、まあ、ママが、まあ、持っていて、パパも持っていて、で2回線目があの月々500円割引にできるのよ、2回線もとかね、どちらか一方が。だからで、まあ現状必要ないんだけども、うん、1年間無料だから買って、でこれどうしようかなと思って、うん、でやっぱりそのママにしても私にしても家のインターネットの回線使っていたら、はい、なんか電波の調子が悪いのか、うん、その Wi-Fi の置いてあるところがちょっと、うん、私たちがいる部屋ってちょっと遠いんですよね。そうですね、遠いので、あの部屋閉まってるし、そうだからなんか電波がつながらない、はい、ちょっと遅いぞと、はい、でママにしてもそのね、ベトナムの地方都市で生活しているお母さんに電話、うん、あの LINE 電話とかさ、なんかそういうのでやるときに繋がらない、ほんと話しにくかったんですよっていう不便なのもあったから、その楽天モバイル その1年間無料で使えるらしいんで、はい、その SIM カードをこのね、あの Wi-Fi ルーター、うーん、これ Wi-Fi か、これを、まあ、これは購入したんですけど、はい、これに挿したらこっからそのインターネットの電波が飛んでって、はい、その携帯、うん、そう、自分たちのスマホで心置きなくできるとね、うん、はあ、昨日早かったからこれ使ったんですね。そう、早かったでしょ。そうですね、ただあのまだできたばっかりっていうのもあるんだけども、その楽天の回線が使えるところだったら、うん、インターネットが無制限で使えるみたいなんだけど、うん、そうじゃない地域に住んでいる人たちは月に 5GB まで、あ、はい、うん、ただその 5GB 使い終わっても、まあそれなりの速度で使えるみたいだから、うん、せっかくね1年間無料で使えるんだったら、うん、こういうので使った方がいいんじゃないかなっていう話なんですね。うん、そうですね、うん、よかったね、1年間無料に来て。そうだから、ママにしてもほら結構スマホをいじって、まあ、ネットでねいろいろ見たり、うん、今特にほら外遊びに行けないでしょ。そうですね、遊びに行けないからやっぱスマホでさいろいろと見たりさ、まあ、パパだったらね漫画読んだりとか結構な人使うですね。そうね、そうで、ママにしたってちょっとフェイスブック見たりとか、うん、あとね、
ママの親戚とか電話したりとか、うん、いろいろ見て、まあ、それでね外出できてできないけどもなんかそういうので楽しむっていう感じじゃないですか、うん、だからそれがこれ一つでね解消できるし、でそれによってほら、私たち UQ モバイル使ってますけども、うん、それのまあ月の料金をちょっと低めに抑えることもできるわけですよ。あ、そうですか。だってほらママの場合今1ヶ月確か3ギガバイトでしょ使えるのがインターネット6じゃなかったっけ、うん、いや6だと値段上がるからパパ下げたのよ3に。あ、そう節約で。あ、そうですか、うん、ただ3ギガバイト使い切るんだったら家にいるときはねこの楽天モバイルのこれつないでやっちゃえばいいんじゃないっていう。だってでしかもねなんか説明書っていうかこれ読んだらその海外指定の66の国と地域への SMS、うん、ショートメッセージが無料で使えるんだって。そのなんかスーパー外国でも外国でもなんか使えるって書いてありますね、うん、でその中の66の国の中にベトナムも入ってたんで、うん、もう使えるのかなっていう感じなんですけど。すごいですね。ただねそれ実際に使えるかどうかちょっと私たち調べられないですよ、うん、そうですね。今外国行かないから。いやベトナム行かない。いやそうじゃなくてこの楽天のSIM カードを、まあ、このスマホとかで使う場合はその対応しているねスマホを持ってないと使えないみたいで、うんうん、だからなんかその国内通話とかも無料でできるみたいだから、うん、そういうのもその楽天リンクってアプリなのかな、このこちらのこれが入れることができないと無理なんだけども、この対応しているスマホだから楽天が推奨しているスマホじゃないと使えないから、うん、はい、だからなんかまだママが使ってたりパパが使ってる iPhone は未対応みたいなんで、うん、通話しちゃうとお金かかるって、うん、感じみたいですね。気をつけないとね。まあ気をつけないとって言ってもまあSIM カード Wi-Fi として使ってるだけなんで、うん、Wi-Fi だけならいい。そう Wi-Fi だけで使うんだったらすごい別にまあ、うん、携帯はしなってもいいですね。で、1年間無料のうちに多分どんどん回線が広がっていくって考えた場合、うん、なんか楽天の回線が使える地域だったらインターネット無制限で使えるみたいなんで、うん、そうするとね仮に自分たちが住んでいるところがそういうのが使える地域だった場合かなりお得にインターネットってできんじゃないかなって、はい、うん、思いましたね、うん、ベトナムのインターネットっていうのはどんな感じなんですか。うーん、忘れちゃったね。どんな会社は忘れちゃった。スマホの SIM カードの場合っていうのは、はい、プリペイド方式だよね。プリペイド方式ってなんかそのカードみたいな感じの買ってスクラッチで削ってその番号をスマホにこうやって打ち込むとなんかいくら例えば1000円分入りましたみたいな。それは先にそうお金入れないと電話できないですね。そうそうっていうタイプが。そうそうそう、先払うやつ、うん、それが結構多いんじゃないですか。今、うん、みんな昔からそうやってたでしょ。あ、今もそれが多い。今はどうなったかね、うん、日本みたいになんかね銀行の口座から毎月取られるとか、うん、クレジットカードで支払うとかいう感じ。それは、うん、多分難しいと思いますけど、うん、だってもしどこかロケ取られちゃってポケット入って、うん、なんか後ろ人が乗って、うん、ああ、そしたらもう取られちゃって、ダウンロードしちゃってどうしよう。ああ、そう。その場合もあるから、うん、多分ベトナム難しいかなと思った。ああ、なるほどね。うん、まあプリペイドのSIMカードだった場合、まあ仮にスマホまあ取られるっていうのもね、物騒な話なんですけど、うん、取られたとしてもまあ。スマホ取られたってだけで済みますもんね。もしその使える SIM カードだったら止めないといけないですもんね、解約するなりなんなりしてね、うん、
あ、そういう危険もありますね。そう、だから昔、うん、今どうなるか分かんないけど、昔、うん、ママ、うん、携帯使う時から、うん、あの先にお金入れないと使えない、うんうん、だからね、あの、うん、ギリギリあのもうそろそろお金が終わりじゃん、うん、だから友達電話するときはちょちょちょすぐ切る。あ、そう、すぐ切るんだ。だって長い話と、うん、切っちゃうでしょ、お金なくなっちゃうでしょ。どうぞなくなっちゃうもんね。そう、だから電話して早く早口してちょ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 、はい、終わりじゃん。で、向こうは分かるかるか分かんない。でもベトナムではほら Wi-Fi 無料で使えたりするでしょ、お店でさ。あ、昔 Wi-Fi なかった、ね、あ、なかった。あ、そんな昔の話をママしてたわけですね。はい。あ、でもなんかさ、もう今はもう簡単にお店でも Wi-Fi 使うしね。あ、お店でも弱いでしょ。弱いけど、で、しかもパスワードがさ、簡単な番号なんだよね。なんかただ99999ってなってたりさ、うん、0000ってなってたり。あ、それもあるですけど、結局、うん、あのなんかお店貼らない人、うん、暗証番号簡単から、あの、うん、ただ隣待つ時はもう使っちゃうから、うん、今お店の中、うん、あの暗証番号変わってお店の中貼るとか、うん、または店員聞かないといけない、分かんないとか。あ、そういうのも増えてるんだ。そうですね。確かにね、だってお店でさ、その Wi-Fi のパスワード000ってなってたら、そこ店じゃないけど隣で普通に生活してる人がそれ知って使っちゃうっていう場合もあるでしょ。そうですよ。だから暗証番号ちょっと今、うん、昔はあの簡単だったんですけど、うん、でも今なんかいろいろ変わってるみたいですね。変わってるんだね、はい、暗証番号は。うん、なるほどね、うん、結局もしあの店入った日、客さんがあの Wi-Fi 遅くなって使えない使えない、うん、あ、確かにね。だからそのこのさ、あの楽天の SIM カードっていうのはほら私たち家族だけで使ってますけど、うんうん、その家のねインターネットってやっぱり私たち以外のやっぱり家族も、うん、家族というかね、あの両親とか使ってますから、うん、やっぱそうすると遅くなってしまったり、うん、なんかすごい使えないなっていうのはありますよね。だからあのなんかこれ調べたい、うん、でもめっかな、うん、なんかなんか動かないからどうしよう。だからね、その、ね、そう考えるとこういう Wi-Fi と楽天モバイルの SIM カードって今1年間無料みたいなんで、それで使うだけでも正解ですね。だって今 ね、あの家でこもって生活しないといけないわけですから。そうですね。そうするといつも言えるからね。インターネットの使用率っていうのは普段よりもね、うん、あの上がってるでしょうし、あとはね、うん、家庭用のゲーム機もうやっぱりね、家で遊べるようにすごい、うん、売り切れでなかなか買えなかったりするらしいですよ、うん、から。あ、そうですか。うん、そう今売ってない。そうだからなかなか売ってなくて、抽選で当たんないと買えないとかさ。へえ、うん、だから結構人買ってるじゃん。だからやっぱ家でねエンジョイして遊ぶってなると、うん、そうなりますよね。そうですね、ゲームやるか、うん、ネット使うか、そうかやりますよ、うん、まあねこの時期しょうがないですよ、うん、だから今なんかベトナムの家族の人たちも結構インターネットっていうか、うん、スマホでいじったりとかって多いんじゃないですか。多分ね、うん、多分多いよね、うんうん、ママにしたって多いじゃない。何？ママにしたって多いでしょ。だって何？いや何じゃなくて多いでしょっていうの、真面目な話よ。何それ何、なんかそう言っちゃいけなかったみたいな態度やめてくださいよ。なんかだって今他にやるって言ったってね、そんな限られてますもんね。でなるべく家にいてストレスたまんないように生活しないといけないわけですからね。そうですね、家ずっといるとストレスたまっちゃうね、うん、なっちゃうしね。それが元でほら夫婦の間もギスギスしたりとかって嫌じゃないですか。あ、よく喧嘩するね。だからよく喧嘩するでしょう、うん、ママが子供みたいに。何ママが何その自分は大丈夫なんだけどみたいな感じすごい子供みたいに暴れる時あるでしょ。もうやだよとか言ってだそういうことやるから娘のまーちゃんも同じことをこないだしてたじゃないですか、まあ、いやー
まーちゃんが「アイシュー」って「アイシュー」って「アイシュー」「いやアイスはご飯食べてからだよ」って言ったら、ま、娘のまーちゃんが寝転がって足バタバタ「アイシュー」とかもう止められなかったもんね、うん、でちょっと泣く感じになってね「うん、とか言ってんだけど涙は出てこないっていう絶対あれ泣き真似ですよ、うん、じゃあアイス食べましょうかって言ったらすぐ目キラーンって輝かせて、はいはい、すぐ一瞬待って、うん、待ってるけどね。まあそんなことでバイ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 。